後期中国第一記者集団有限講師は、中華人民共和国の国有自動車メーカー。1953年に設立された中国最初の自動車メーカーであり、上海議者、東風議者と並ぶ三大国有自動車メーカーのうちの一つである。また、上海議者、東風議者、長安議者、貴隋議者とともに、中国自動車メーカーのビッグ5のうちの一つでもある。 吉林省長春市に本拠地を置く。第一記者は1953年にロシアの自動車メーカージルの支援により設立され、1956年にジルによる支援が終了した。設立後30年間の主な生産者種は、1956年から生産が開始されたソビエト連邦のトラック、ジス -150 をベースとした中国。 人民解放軍の中型トラック CA-10 とその2年後に生産が開始されたジル -157 をベースとする軍用トラック解放 CA-30 であった。1988年には新型の CA-141 の生産が開始された。乗用車は1958年から自社ブランドの後期を立ち上げ、 これは中華人民共和国初めての国産乗用車で、中国洋人の専用車としても広く使われた。1977年と1981年には、大野隊一の直接指導で、トヨタ生産方式を導入する。1991年には、フォルクスワーゲンと提携し、世界の最新技術を使った乗用車、フォルクスワーゲンジェッタの生産を子会社で開始した。 さらにトヨタやマツダなどの大手自動車メーカーとも提携し、2005年からはトヨタクラウンなどの生産を開始した。その後成長を続け、東風技社や上海技社とともに中国三大自動車メーカーの一角となり、2004年には販売台数百万台を突破した。2015年5月7日、第一記者の新党事長に、 東風記者の前当時長だったジョダイラーが任命された。東風記者は、前日6日に第一記者の元当時長だった、軸のべカゼが、新当時長に任命されている。2018年9月、ファントムなどで有名なロールスロイスの、チーフデザイナーだった、ジャイルズ・テイラーが第一記者の副社長及び、後期の設計責任者に就任した。後期、エルゴ第一記者の高級車ブランドで、 トヨタクラウンベースのセダン H7 や、トヨタクラウンマジェスタベースの HQ3 や、リンカーンタウンカーベースのリムジン機関なども生産する。詳細は、後期を参照1990年代初期に、海南汽車と松田が提携を行い、松田からのライセンス供与を受けて生産した車を、会話ブランドで販売していた。九9九十年代後期に第一、汽車集団参加に入り、 一気会話技者有限行使となった。その後松田との提携を終了した。詳細は一気会話技者を参照一気子子が製造、販売を行う。現在、B70 と B50 の2車種が販売されている。詳細は、本当、を参照英語表記はおり、一気子子が製造、販売を行う。2011年の公州国際モーターショーにて、 ブランド発足が発表された。大アキラは2012年3月7日にラインオフし、4月19日から正式に発売が開始された。フォルクスワーゲンジェッタムキーの車台をベースに開発されたセダンで外寸は全長 4485mm、全幅 1660mm、全高 1465mm、ホイールベース 2525mm である。 1.5リットルエンジンを搭載し、トランスミッションは 5MT および 4AT となる。離陸車のハイゼット中国国内のほか、2006年にメキシコの世界的大富豪のカルロススリムの所有するジャイアントモーターズラテンアメリカと提携して、イダルゴ州でトラックを生産しており、2007年からはメキシコの有力財閥であるサリナスグループと提携して、道は監修にも、 工場を建設している。これにより、第一記者は中国で2番目に海外に生産拠点を保有する自動車メーカーとなり、ナフタにこありがとうございます。